さんどうもこんにちは、りままです。さて今回も引き続いて逃げ上手の若君の第3話を見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。逃げ上手の若君第3話です。 GO! おたまのチャンネル。 OK、 ほんでいきます。3、2、1、やはい、始まりました。逃げ上手の若君エピソード3、神の住む森ですね。ドラマチックな教科書通り、行けない行けない、踊れない日々です。このオープニングめっちゃいいですよね。多分ずっと言ってると思います。先日多分な YouTube でこのオープニングの動画付きの、オープニングの映像付きの動画が本家で公開されてたんですよね。出た瞬間、真っ先に見に行きました。え、だって、めっちゃ良くないかな?めっちゃいいんよ、このオープニング。フルもいいんよ。一回聞いて。そして、歌ってる人がさ、ダッシュさんってさ、これ、猫歌ってる人が歌ってんねんな。なんか、すごいいい声してるよな、ダッシュさん。ダッシュで合ってんのかな。そしてダッシュさんのね PV もね、なかなか逃げ若に影響されてるような感じの PV やったんで、ぜひ見てください。めっちゃいい、めっちゃよかった、かっこよかった。逃げが勝ちなのさ。そして前回ね、新しい新キャラも出てきましたね。あやこちゃんと小次郎かな。あー、どんどん仲間が増えていってちょっと楽しくなってきそうですね。見ていきます。これ暗闇歩いてんのか。あ、そっか、ウィジン、そうやったな。昨日前回ウィジンやった。へえ、夢中で逃げていたら嬉しそう。かわいいかわいい。大事なこと、大切。そうやな、真実や許しげ、めっちゃいいこと言う。かっこいい若様、キリリとされて。E の肩投げて。あ、野犬に刺さってる。逃げるのやっぱ早い。山のてっぺんまで逃げた。わあ、これいいイラストやな。新天地か。今回は長野の話かなと思ったけど。混沌の巫女空間。よりしげも食えへんな。
や、そやな、長野諏訪大社の話やな今回。すげー神秘的。悪い顔。まあまあ確かに大切やな、武芸もお勉強も。逃げてまた落とし穴に捕まんねんや。すごいなゆりしげ。天丼。しずくちゃん苦労人やな。参道に落とし穴は確かに。今後の現実的な計画か。まあそうやな、高氏があまりにも巨大すぎて倒せへんと思うのは確かにそうかも。そっか、全部に逃げてんねんな若さま今。そっか、そう言ってあげねんな頼重。じゃあ真剣に学ぶ意思を。頼重すごいな、足りないのは自分だって言える大人なんや。そりゃすごくない、子供相手にさ。雷。ああそっか、ひたすら逃げ回ればいい。本物の神様。雨を晴らす。ひょ、めちゃくちゃ綺麗やな。なんじゃこりゃ、ま、魔術の類か。あ、ニコニコしてる若様が。なんか天気の子みたい。晴れた。めちゃくちゃ綺麗やん。こんなことされたらほんまに神様かってなるな。え？何この人たちは。え、もしかして若様のことを応援してくれる人たち。え、こんなに人おんの？諏訪神道。へえ、すごい諏訪神教。
に。お、分かってくれた若様。これは分かる、よりしげな気持ちも分かる、うーんってなりたくなる。ありがとうニョニーってなる。はあ、よりしげよう考えてた。いいな、この二人。あ、落とし穴、結局自分が自分が この二人めっちゃ良くない？私ちょっと胸がときめいちゃったわ。なんかときめいたらあかんのかもしれへんけど、ときめいちゃった。味方を増やす、確かにオープニングにいっぱい出てたキャラクター。へー、これ分かりやすいアニメーション、これ。一からロートを作り直すか。ブレへんな、ゆりしげのキャラ。おお、すごいな、将来有望やな。芸才も言うとか。いいなぁ。技術。三人とも同い年。へぇ。慣れ親しむ。仲良くなるってことね。確かに。王道展開、元気玉的な。そっか、同い年やけどやっぱり主従関係がしっかりしてんねんな。若様綺麗やな、顔。やっぱり鬼ごっこやと思った。地平線絶対勝てへんよな、若には。鬼ごっこでは。クソしながら転げ回る。おはじき、なかなかキャラ濃いな。狩り。へえ。そうなんや。え、いいよな、でも狩りでさ、すごい鍛えられると思う。食べてるわ。何の肉か分からんけど食べてる。
よりしき。いかなる試練。あ、なんか分かった気がするぞ。オープニングで出てきたあの巨大なイノシシのあれでは。あー、外しちゃったか。おー、見通しをよくするんや。あ、あやこちゃんやばいな、力。あら、粉々。逃げたか。赤い霧。すごい、無残な。これこれ、このイノシシ、これえ、イノシシってウサギ食べんの？え、人食べる？確かにな。こいつを？あ、でも作戦的にはわかるで。若様が逃げて、それを食らわんの？へぇー。上に逃げて、でも追っかけてくるんでは。何があんの？木の下に大きい落とし穴とか？やばこれただのイノシシじゃなくない？でも逃げれてる？すごい。でも逃げれてるよ、すごいよ若様。過去？あ、何やったっけ？黒竜石やったっけ？黒石竜？なんか鋭いあれやんな、刃物みたいな岩みたいなやんな、きっと。それにぶつけさせるんかな、イノシシを。あ、刺さった。挑発。人語は分からんと思うけど、挑発されてるっていうのは分かんねんな。神様の歯。あー、いい湯。ひとっ走りしたもんね。わあ。うん。しずくちゃん、優しい。あらま。あれ、なんか、もののけ姫感あったな、今の演出。いいね。
か女の子とも一緒に温泉入れるんや。いいな。なんか同い年では仲間やったら雫ちゃんなかなかセクシーやな。万年やと？逃げと。いやー、いい関係。このみんなとの関係。友達でありながら主君でもある。長者と？お、いいんじゃない？長者と。わあ。うん、決定だね。あ、いい顔。若様もいいこと言うな。私たちには過ぎた老、私には過ぎた老頭だって。ええー、そんな食べれる？やば。いいところで終わっておうよ。いいところで終わっておうよ。めぐる時代よりよりラブ。はい、ということで終わりました。逃げ輪っか3、神の住む森でした。確かに神がおった。今回はゆりしげにフォーカスされた回やったと思う。最後は、いい感じのギャグで終わってくれればいいのにな。なんか不穏な空気が出たよね。多分次回、ゆりしげを敵に思ってたやからが来る感じか。若さめ狙いっていうより、よりしげ死ねえみたいなタイプの敵が出てくると予想した。いざゴーチュー。そしてね、今回何が良かったってさ、あーごめんな、あんまりこんなこと言ったらあかんと思うねんけど、よりしげと若さまめっちゃ良くない？え、なんでやろうな。なんか私が女やからかもしれへんねんけど、この二人、すごくいいなって思ってしまった私がいる。というか、第一話からね、私はね、頼重と若様、この二人の関係性を、だいぶ前面に押していきたいと思うんですよ。ごめんな。ちょっとこれはあれかもしれへん。女である私の趣味かもしれへん。はい、ということで見終わりました。次回予告です。いざ！あ、サダムネ登場やったな。次回。はい、ということで見終わりました。逃げ上手の若君弓の第3話でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。やっ。